そうですね、状況が、1人足りないということだったんで、自分はしっかり自分の仕事をしようと思って入りましたし、まあ、思ったよりも緊張せずにスムーズにゲームに入ることができました。そうですね、自分が思い描いていたよりはちょっと長くなってしまって、まあ、やっと来た出番って感じだったんですけど、まあ、無失点に抑えることができて、最低限仕事はできたのかなと思います。そうですね、状況もあったんですけど、まあ、すごい、まあ、攻められている状況もあったと思うんですけど、まあ、その中でも、まあ、自分が出ていけるっていうチャンスを狙ってはいたんですけど、まあ、もっと出たら、次出たら、もっと自分の良さを出していきたいなと思います。そうですね、ジーンの動き出しとかは、もう練習から何度もやってるんで、まあ、そこはスムーズにやれたというか、違和感なくやれたとは思ってます。まずは出場することはできたので、次は先発出場したいと思いますし、まあ、早く大宮のサポーターの前で先発で出て活躍できることをできるように、これからも努力したいと思います。暑い中、中5スタジアムまでお越しいただいてありがとうございます。遅くなってしまいましたが、自分は今日デビューすることができました。これからはもっと大宮のために、自分の力が大宮のためになるように、もっともっと頑張るので、応援よろしくお願いします。